愛する兄弟姉妹の皆さん、この輝かしい復活祭の朝に、人類の歴史上最も驚嘆すべき壮大な技である、主イエス・キリストのあがいの犠牲に思いを馳せて、私の心は喜びに満たされています。 預言者以前の次の有名な言葉は神のすべての子供のために自らを低くされ犠牲を払ってくださった救い主の無私の愛をたたえています誠に彼は我々の病を負い我々の悲しみを担ったしかししかるに我々は思った彼は打たれ神に叩かれ苦しめられたのだとしかし彼は我々の咎のために傷つけられ 我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら苦しみを、懲らしみを受けて、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。イエスは自ら進んで全人類の罪を受け、 十字架に受け付けられ、三日目に死を克服することにより、古代のイスラエルに与えられた杉越の犠牲、儀式に神聖な意義を加えられました。その予言を成就する際に、主は自らの体と血を大いなる最後の犠牲として捧げられ、杉越の祭りに用いられる伝統的な象徴が正当なものであることを示されました。 キリストはその過程において人間には理解できない苦しみを経験されたのです救い主は自らこう言われました「三代神である私は全ての人に代わってこれらの苦しみを負いその苦しみは神であってしかも全ての中で最も大いなるものである私自身が苦痛のためにおののきあらゆる毛穴から血を流し 体と霊の両方に苦しみを受けたほど,もの,ほどのものであったそして私はその願い杯を飲まずに身を引くことができればそうしたいと思ったしかしながら父に栄光があるように私は杯を飲み人の子らのために私の備えを終えたのであるキリストは哀れみに満ちた無限の犠牲を通して 御父の御心を喜んで成し遂げられました主は堕落がこの世にもたらした肉体と霊の死のとを克服し永遠の救いという可能性を私たちに与えてくださいましたイエスは全人類のためにこの完全で永遠の犠牲を実現できる唯一のお方でした創世の前に天井の大会議で選ばれ4人されましたさらに 死すべき女性から生まれることにより、肉体の死を経験する能力を受け継ぎ、永遠の父なる神からは、その独り言して、自らの命を捧げて、再びそれを得る力を受け継がれました。 その上傷のない完全な生活を送られたのでキリストには神の正義の要求が及ばないのです預言者ジョセフ・ F ・スミスはこう教えましたキリストの取り出しがなければ世に救いがもたらされることはありません神はご自身の恩子を使わすことによって一つの犠牲を用意されました恩子は道を備えるためにすなわち人が 主のとにににに行くく扉を開たたために定め定られれ時に使わされることになっていました救い主は自らの犠牲を通して肉体の死の影響を無条件で取り去りましたが私たちが犯した罪を悔い改めるという個人の責任を取り除くことはされませんでしたその代わり永遠の恩賜と和解するよう招いておられるのです。 イエス・キリストとそのあがないの犠牲を通して私たちは思いと心に大きな変化を経験し神と生活に対して新たな態度で臨むことができるのです罪を悔い改め心と思いを神とその戒めに向ける時私たちは主の許しを受け精霊の影響力を一層豊かに感じることができます 私たちは救い主が耐えられた深い苦しみを経験しなくてもよいのです。悔い改めの賜物はご自身の子供たちに対する神の思いやりであり、私たちが犯す罪の克服を助ける比類なき神の力の現れです。また私たちの現世における弱さに対する愛に満ちた御父の 忍耐と寛容をも示しています愛する預言者ネルソン大館長はこの賜物を幸福と心の平安を得る鍵と呼んでいます愛する友人の皆さん罪を悔い改める時にキリストの贖いの犠牲が私たちの生活に完全な効力を及ぼすことができることを証しします 私たちは罪の名めから解き放たれ地上の生活で喜びを見出し永遠の救いに預かる資格を得るのですこれはキリストを信じて死のもとに来る全ての人のために世の初めから備えられていましたこの壮大な救いのた物ものに加えて救い主はまた私たちが最近経験してきたパンデミックを含め この世で苦痛や誘惑、弱さに直面するときに安らぎを与えてくださいます。キリストは確かに私たちがこの世で経験する逆境を常に知っておられます。私たちが直面する情緒的、霊的な試練だけでなく、苦悩や肉体的な痛みも理解しておられるのです。主の心は憐れみで満たされ、 いつでも私たちを助ける備えができておられます。肉において、これらの苦難の痛みを身に受けられたからです。主は乳和で謙遜な心を持ち、万物の下に身を落とし、人々から侮られ拒まれ屈辱を受け、私たちの背きと罪悪のために傷を負われました。 全人類の,のためにこれらの苦しみを受け世の罪をご自身に負いそれにより究極の霊的な介護者になられたのです主に近づき私たち自身を主の守りに委ねる時主のくびきを負うことができるでしょうそれは負いやすく主の荷は軽いので約束された慰めと休息を乱すことでしょう さらに主の助けと癒しの力なしには耐えることが難しい人生の苦難や弱点悲しみや克服するために誰もが必要とする強さを受けることがで,できるでしょう。成文はこう教えています「あなたの身を主に委ねよ」「主はあなたを支えられる」「その時に神が私たちのために神の恩子の喜びによって重荷を軽くしてくださるように」。 昨年の終わりに敬愛するマリオとレジーナ・エメリック夫妻の死について聞きました2人は死にとても忠実でしたが新型コロナウイルス感染症の合併症により先に一方がその4日後にもう片方が亡くなりましたブラジルでビシ,ビショップとして奉仕している2人の息子がこう話してくれました 両親があのようにこの世から去っていくのを見るのは辛いことでした。でも悲劇の最中にあっても、主の見てをはっきりと感じることができました。理解を超えた強さと平安を受けたからです。キリストとその食材を信じる信仰を通して、神の助けを受け、この試しを経験する間、家族や周りの人々を強め、慰めることができました。 望んだ奇跡は起こりませんでしたが私は個人的に自分と家族の生活の中に生じた多くの他の奇跡を目の当たりにしました心の底まで染み込む言葉にできない平安を感じ救い主の愛にそして幸福の計画に希望と確信を感じました 深い悲しみの日々に心と力と思いと勢力を尽くして死を求める時救い主の愛の身腕が常に述べられていることを知りましたこれはこのパンデミックの年に私が行い今も続けて行っていることです兄弟姉妹の皆さん この復活祭の日曜日に私はイエスが死から蘇られ生きておられることを厳粛に明かします。主と主の贖いを通して肉体と霊の主の両方を克服する道を備えられたことを明かします。これらの偉大な祝福に加え主は困難,な時期困難な時期に慰めたを確信も与えてくださいます。イエス・キリストとその神聖な贖いの犠牲に信頼を置き、最後まで信仰を持って耐え忍ぶとき、 天の御父の約束を享受できることを確信を持ってお伝えします。神は私たちがその身元に帰れるように力の限りを尽くしてくださいます。これこそが御父の技であり、栄光なのです。イエスがキリストであり、 世のあがない主、約束のメシやよみがえりであり、命であられることを私は御父の一人子主イエス・キリストの聖なる皆によって明かします。アーメン